さやかちゃんががっつり描いたルベン展のアートワークをお見せしましょう。じゃじゃーん、ルベン展です。ブー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 。でちなみにちょっと説明もしとこうか。はい、私が持ちましょうか。はい、説明、これの絵の説明。そうです。ここにいるブタちゃんがうちのルーペンくんですね。はい、ルーさんです。はい、そんで日本の神様とか仏様からアイテムをお借りして、お借りして、ええ、返すんですか？あ、返さないです。返さない、借りパクしますね。借りパクです。はい、この頭のところに宝珠と、はい、そこにロゴマークが入ってます。はい、スーパーグリのロゴがあって、はい、で後ろの炎はちょっとカルラ園みたいな、まあ、カルラにはなってないけ ど、まあ、不動明王のカルラ園を借りパクしてんだよね。あ、そうですそうです、うんうんうん、あのそのままカルラにしちゃったら怒られちゃうんで。そうだね。でこう足元のところには三古書、そう三古書という仏具、そうだね、密教法具だね、はい、うん、を書いて、はい、ちょっと神々しいルベオ君にしてみました。はい、はい、かっこいいです。こちらね13日から、予約販売 T シャツロンティーパーカーが出ますんで、ぜひ概要欄からうちのウェブショップも見てね。よろしくお願いします。はい、というわけで、ちょっとまだもうちょっと説明したいんですけど。あ、すいません。はい、もっともっともっともすいません。でこちらの、はい、絵なんですけど、いつもはもっとあの重ねて、いっぱいいっぱい色重ねて作るんですけど、今回はちょっとシンプルな感じなんですよ。なぜかというと、ちょっとタトゥー寄りな感じの、絵柄になってます。このおもちゃが一人で勝手に喋った、怖っ。こう影のところとかは、ちょっとこれ見づらいんですけど、タトゥーでこうつけるドットシェーディングね、ドットシェーディングみたいな感じの、ブラシを自分で作ってですね。あ、自分で作ったんだ、はい、すごっ。それでこう影なんかを入れてるんで、まあちょっとタトゥーっぽい感じ、うん、そうだね、はい、うん、なんかニュースクールだよね。そうそうそう、どっちかというとね、いつもとは、うんうん、シドとかがやってるよね。あ、そうですそうです、うん、あの兄貴のシド兄貴の、ね、作品から着想を得てますね。はい、はい、なのでいつもとはちょっと違った、私が描いてるのとはちょっと違った感じの、はい、作品ですので、はい、ぜひお手に取ってみていただけるとありがたいです、うん、うちのこの、 あの今の新しいプリントはもう 100% そのままと言っていいほど綺麗にプリントされてるからね、はい、なんかもう洋服としてもそうだけど、なんかこうアートワークを買ったつもりで買ってもらっても面白いんじゃないかなと思うよね、はい、私のアートを着て歩いていただける。そうですね、ありがとうございます。